こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、前回に続き文京区です。有楽町線の五国寺駅です。駅から徒歩2分の駅地下です。丸の内線の新大塚駅も徒歩12分です。今回の物件は、前回の築年数不明とは反対の令和らしいデザイナーズ物件です。ワクワクしますね。あ、物件に到着しました。これです。外観は、令和らしくデザイナーズな雰囲気がします。このコインパーキングの後ろに見えるのが、今回の建物です。仕様には、一戸建てと記載がありますが、テラスハウスといった方が、合ってるかもしれません。間取りは、37平米の 2DK になります。こちら側も同じ建物のようです。入り口は2階になります。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。こちらの部屋になります。手前が専用の宅配ボックス、奥が郵便ポストのようです。では、入ってみましょう。玄関は、あまり大きくなく、段差もほとんどありません。下駄箱もなく、シューズラックが置いてあります。入ってすぐ、ダイニングキッチンです。床は、人工大理石タイル張りで明るいです。南に向いているので、日当たりもいいですね。キッチンは、調理スペースも確保されていますね。ここは、洋室です。広さ表記は、ありませんが、3.5 畳くらいでしょうか。こちらは、収納棚などを置くスペースでしょうか。上には、2段の棚があります。こちらは、収納になります。下部は、階段スペースになっているので、収納ではありません。せめてハンガーパイプは、欲しかったですね。駅地下の物件だけあって、近隣の建物も近いです。こちらは、南側で、先ほどのパーキング側です。それでは、下へ行きます。
ここにも出入り口があります。先ほど見えた駐車場側です。一応こちら側からも出入りできるようです。要するに玄関が二つですね。ここは、水回りです。洗面、浴室、トイレ、洗濯機置き場が集中しています。ここに来れば、水回り完結です。洗面化粧台は、機能的で使いやすそうです。上下合わせて収納がしっかりと、あります。洗濯機置き場は、余裕がありますね。次は、トイレです。タンクレスの、温水洗浄便座機能付きです。棚は、ありません。次は、浴室です。サイズは、1616サイズなので、割とゆったりしています。これは、いいですね。こちらもお部屋です。ただし、窓がない部屋になります。広さは、やはり 3.5 畳ほどでしょうか。エアコン付きなので、寝室として利用できますね。ここは、収納スペースのようです。ただ、高さはあまりないので、使いにくそうです。物件概要は概要欄に記載しておきますので、家賃等はそちらでご確認ください。それでは、今日の物件の苦節淀を発表します。今日の苦節淀は、1、です。今回も玄関が2つ、令和仕様の綺麗な一戸建てでしたが、苦節は、それほど強くなく、1。としました。今回の物件、令和仕様のデザイナーズ物件、綺麗な内装で、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。